で今年は豪雨土星の年で破壊と再生の年って動画にしましたが、9月10日の満月から水星が逆行してちょっと辛いよっていうのがあって、メインの話題は私の大好きな、いやいや大嫌い、壺売りちみゅり霊感商法でおなじみの T1 今日の回なんですけど、ネタとしてめっちゃ好きやねん、あいつらのこと調べ倒したから。10月2日までちょっと大変かもしれん、ボーグっていうサイト、2022年9月10日、9月10日からの水星逆行で予期せぬトラブル発生、この時期にすべきこと避けるべきことっていうアドバイスとかが載ってる記事があんねんけど、惑星の逆行詳しい知識がないのでちゃんと語れないんですけど、2年ほど前から星占いやっぱりすごいんや、ちゃんと見といたらよかったって思ってて、今年も秋からまた逆行するなって見てたんですけど、10月2日までまたわちゃちゃってなると思いますので、みんな冷静沈着に。あんま好きじゃない人たちが焦ったりわちゃちゃってなってる中余裕かましてるって素敵やん。ご興味がある方は概要欄に貼っときますのでご自身でご覧ください。文春オンライン2022年8月19日 QT1 今日の会、反友さん主義組織を利用、関係は岸野信介元首相から孫 AB さんに継承か。 AB さんは一時期 T1 今日の会と北の金ちゃんの国との関係からめっちゃ避けてたんですね。このソースは有田先生、ジャーナリストのこの間議員落選した2006年6月17日の有田先生のブログ、この間この世を去った AB さん A さんに接近する T1 教の会、私は AB さんと T1 教の会問題で会話を交わしたことがある。 AB さんは言った、北の金ちゃんの国と T1 教の会の関係はどうなっていますか。私は、この私は有田先生、北の金ちゃんの国、金ちゃんパパジョンイル体制と T1 教の会が深い関係にあることを伝えた。 AB さんはそうですよねとうなずいた。実はと彼は T1 教の会が盛んに接触し面会を求めてくると言った。私は会わないですよと AB さんは言った。北の金ちゃんのところに強硬な立場を取り、しかも有力な総裁候補である AB さんが自らの判断であえてこの時期に T1 教の会系の集会に祝電を打つことはないだろうって書かれてあんねんけど、これを読んだ時に私 AB さんのことを疑って見てたんですけど、あ、何や避けてはんねんやってパラダイムシフト、 AB さんに対する考え方がちょっと変わったんですね。私は戦時中までに出版された先人の書を紐解いて歴史の真実ごそごそして Amazon Kindle 電子書籍で出版してきました。それをしたくなったのは、社会統計の実に立派な、肩書きが立派な、素晴らしいとされる先生とお仕事させていただく光栄な機会に恵まれまして、政治学者ってこの程度でなれるの？てか社会党ってなんなん？全くリスペクトできへん。で、その時の責任者の方、めっちゃ理不尽になってん、政治の話になったら。後に定年後、友さん党員として生きる宣言してんけど、それ聞いた時、あ、だからあの時理不尽やったんや、なるほどねと思ったものです。社会党は社会の窓主義インターナショナルという国際組織でやばいところに加盟している赤い酸っぱい連中やったんですね。で、友さん党って共産のことを言うんですけど、連合を避けるため、世界各国の友さん党ってコミテル何々支部として誕生した一つの国際組織やったんですね。それを言うとコミテルはもう消滅した言うてくるやつおるんですけど、まあそんな言われても時間もったいないので無視しますけど、コミテルには指導団体がございまして、自由なおそうめん屋さんって私呼んでるんですけど、自由フリーおそうめんメイソン、消滅したふりしてるだけやと思うで、そう観察した方がしっくりいきます。コミテル国際共産党、第三インターナショナルとも言うんですけど、まず社会の窓主義インターナショナルとコミッテルはもともと同じ組織で、第二インターナショナルの時は同じ組織やったんですね。で、プッチンプリみたいな名前の方が大統領を務めてるところあるでしょ、あそこで核の命が行われましたよね。大きいやつ、ロシロシ核の命、あれが成功して、レニンのおっさんがほんまはでーって伸ばす、マルクスをレニン主義いうのがあるやんか、あれのレニンのおっさんが
第2インターナショナルを第3インターナショナルコミッテル国際共産党として独立させたんです。そこに行かなかった連中が社会の窓主義インターナショナルに行きはりました。あの時の苦痛な仕事がなかったらこれ知らんままやったと思うねんけど、私ですね、共産党があかんことはその仕事の前に教えられてたんですね。で、教えてくださった方は維新の創業者かと、じっくりお話ししていただいたんじゃなくて、こういう人に会ってきました言ったら、え、それって共産系でしょ、え、共産、いや知らんで、え、共産ってあかんの、ダメですねっておっしゃった。あの時共産があかんこと知ってたのに、後に共産主義に変わった、え、洗脳って怖いな、いやちゃうやろ、なんか刃が生えてる人もいるし、え、どういうことって顔写真ブワー並べて、わ、なんか違う。私ある時期ものすごい忙しくて、お笑い番組見るのやめたし、他のこと見る暇ないっていうことがあって、もうあの人のこと見ないようになったんですね。見てるとイラつくし、まああの人のおかげで友さんはあかんものってなんとなく心の中に入ってたんですね。そして社会の窓主義インターナショナル系の学者と仕事して、わ、最悪やって、で今現在の野党はオールスーパイ赤い連中で、あかんやんこれって、みんなに教えてあげなくっちゃって思ったんですね。私がブログを始めた時、麻生政権下でワイドショーで麻生さんに対するいじめのようなスタジオ展開が行われて、何探してきつかねんってほんまに思ったんですね。で TBS のニュース見てたら、麻生さん総理なのに講演会ガラガラやったって、パッと見たら左のおっさんの足が浮いてて、上下切り張り編集してるやん、ちょっとほんま胸くそ悪いことすんなーって。実際ですね、お仕事で私常に丁寧語敬語ということはなく、感情の赴くままに言葉発してて、会社にやってた時はさすがに敬語丁寧語やったんですけどね。で転職してですね、文を書いて生きようと思った時に敬語使いを学び直したんですよ。だから YouTube とか見てて、されてくださいとか言われると、いやってすんねんけど、されてください、いやしてくださいでいいし、なさってくださいに変えた方がええねんけど、これが正しい敬語と思われてたら嫌やなとか。吉本の芸人さんが見させていただきましてって言うてるけど、拝見しましたやからとか、いちいち突っ込んでる自分がいんねんけど。話それました。何しか麻生さんに対するいじめのようなスタジオ展、ブログを始めて麻生さんの講演がガラガラやったっていう捏造変更報道から動画を作ることにして、うわ楽しいって思って、編集ソフトが2010年にツイッターやり始めたんですね。夏のクソ暑い時にブログなんて書いてられへん、異常気象やって。でツイッターでは日本人であるならば保守でないといけないっていう洗脳が繰り広げられてて、ほんまかって思いながら見てたんですけど、そうやってやってる連中って AB さんを持ち上げて自分たちの意のままにしようとしてんのちゃうかなって見てたんですけど、どうせ収納狂系 T1 系やろなって、お幸せもそうやねんやろうけど T1 ちゃうんって疑って見てました。だってさ、 A さんのことを調べると壺売り地味売り霊感商法合同結婚式でおなじみの T1 が出てくるのよ。でも有田先生のブログのおかげで A さんは AB さんは T1 を避けていたことが分かった。それなのになんで T1 今日の会と関わってしまったか、それは保守論客ってジャンルのやつらの仕業、おかげ、どう表現したらいいのか分からないけど、私は右も左も保守言うてる連中も根っこが同じのマルクスやと思ってるんですね。で常々活動家の先導には乗らないことって言っていますよね。日本で保守論客言うて活躍しているやつらって T1 今日の会系のメディアで活躍しているやつらばっかりで、そういうやつらってお幸せや権利でも活躍している。 T1 教の会はお隣の国、 K の国、藩の国、関ともいうところの州の教で、そのメディアで活躍できるってちょっと申し訳ないけど、私には理解不能、相入れない部分の方が多いやろし、片っ端からブロックかけてたな。先人の書を紐解いたり社会統計の学者と仕事をして、我々日本国民には自民しか選択肢あらへんがんなって思ったんですね。で右も左も保守言うてる連中も赤い酸っぱい連中で、活動家の連中は自民と日本国民との間を引き裂いた、そして A さんを持ち上げて担ぎ上げて自民に戻した。 A さんは州の強権にがんじがらめにされてたと思うで、 A さんのおじい様である
ヒッシーさんは我が国日本を共産主義運動から守るために必死やったんですよ。トモさん、めっちゃやばいところじゃないですか。反トモさんやったら誰でもよかった時代だったんですね。日本国民不在の中で政治が行われてるようなもんなんですよ。敗戦国やから。今現在の日本の野党はオール酸っぱい悪い連中で、鳩山の幸男が民主作った時、社会党の連中が紛れ込んでるからダメなんだって言われてたけど、社会党が社会の貧しいインターナショナル、国際組織、やばいところ。結局民主は社会の貧しい系の政党で、奴ら議員たちは労働組合の組織票で送り込まれてくる厄介な連中。労働組合は労働者のための組織ではなく国際組織。万国の労働者よ、団結せよ、言うてカール・マルクスが言うてんけど、組む相手間違ってあんなところのおっさん信用するの間違いやけど、それでも多数決を考えるとああいうの利用しといた方が良かったんですよ。で、T1 協の会の関係者は維新にいますからね。ミンスから出馬して、当選して、ミンスに移った、室井の国彦さん。それがもろ、T1 協の会系やねんから。自民の議員と T1 の関係、浮上させてんやったら、野党の連中も浮上させて、平等に裁くべきやと思うよ。